先生の遺書9。私の知る限り、先生と奥さんとは仲のいい夫婦の一対であった。家庭の一員として暮らしたことのない私のことだから、深い消息は無論わからなかったけれども、座敷で私と対座しているとき、先生は何かのついでに下女を呼ばないで奥さんを呼ぶことがあった。奥さんの名はしずと言った。先生は、おいしずといつでも襖の方を振り向いた。その呼び方が私には優しく聞こえた。返事をして出てくる奥さんの様子も甚だ素直であった。時たまごちそうになって奥さんが席へ現れる場合などには、この関係が一層明らかに二人の間に描き出されるようであった。先生は時々奥さんを連れて音楽会だの芝居だのに行った。それから夫婦連れで一週間以内の旅行をしたことも、私の記憶によると2、3度以上あった。私は箱根からもらった絵はがきをまだ持っている。日光へ行った時はもみじの葉を一枚封じ込めた郵便ももらった。当時の私の目に映った先生と奥さんの間柄はまずこんなものであった。そのうちにたった一つの例外があった。ある日、私がいつもの通り先生の玄関から案内を頼もうとすると、座敷の方で誰かの話し声がした。よく聞くと、それが尋常の談話でなくて、どうもいさかいらしかった。先生のうちは玄関の次がすぐ座敷になっているので、格子の前に立っていた私の耳にそのいさかいの調子だけはほぼわかった。そうしてそのうちの一人が先生だということも、時々高まってくる男の方の声でわかった。相手は先生よりも低い女ので、誰だかはっきりしなかったが、どうも奥さんらしく感じられた。泣いているようでもあった。私はどうしたものだろうと思って玄関先で迷ったが、すぐ決心をしてそのまま下宿へ帰った。妙に不安な心持ちが私を襲ってきた。私は書物を読んでも飲み込む能力を失ってしまった。約1時間ばかりすると先生が窓の下へ来て私の名を呼んだ。私は驚いて窓を開けた。先生は散歩しようと言って下から私を誘った。さっき帯の間へくるんだままの時計を出してみると、もう8時過ぎであった。私は帰ったなり、まだ袴をつけていた。私はそれなりすぐ表へ出た。その晩、私は先生と一緒にビールを飲んだ。先生は元来狩猟に乏しい人であった。ある程度まで飲んで、それで酔えなければ酔うまで飲んでみるという冒険のできない人であった。今日はダメですと言って先生は苦笑した。愉快になれませんかと私は気の毒そうに聞いた。私の腹の中には始終さっきのことが引っかかっていた。魚の骨が喉に刺さった時のように私は苦しんだ。打ち明けてみようかと考えたり、よした方がよかろうかと思い直したりする動揺が妙に私の様子をそわそわさせた。君、今夜はどうかしていますね
と先生の方から言い出した。実は私も少し変なのですよ。君にわかりますか？私は何の答えもしえなかった。実はさっきサイと少し喧嘩をしてね、それでくだらない神経を興奮させてしまったんです、と先生がまた言った。どうして？私には喧嘩という言葉が口へ出てこなかった。サイが私を誤解するのです。それを誤解だと言って聞かせても承知しないのです。つい腹を立てたのです。どんなに先生を誤解なさるんですか？先生は私のこの問いに答えようとはしなかった。サイが考えているような人間なら私だってこんなに苦しんでいやしない。先生がどんなに苦しんでいるか、これも私には想像の及ばない問題であった。